はい、それでは今回なんですけども、こっちがアオリイカ、こっちがモンゴイカ、まあ、墨袋の違いですね、軽く紹介していこうかなと思って。で、まあ、パッと見た感じ、まあ、イカの大きさは別としても、大きさの割に、割合ですね、墨袋の割合。見てもらったら分かる通り、これモンゴイカ。で、こっちがアオリイカ。こうですね。いや、全然違うんで、どんだけモンゴイカ、墨イカって言われてるっていう理由が、すごいこれで分かると思います。で、まあ、試しに割ってみますけど、終わるのは、こいつ、ちょっとこれつまんで、ちょっとまだ凍ってるんで、もしかしたら綺麗に広がらんかもしれない。これが、アオリイカですね。もうどうしてもちっちゃい。で、モンゴイカ。これもう、ここの先っぽ。ここつまんどかんと、そう。これね、あんまりやっちゃうと、ちぎれそうで怖いんで、これもうちぎれたら、まな板真っ黒になって、もう諦めて、僕はもう諦めるんで。こんな感じですね。取れていくんですけど、これもちょっと墨袋凍ってんのすごいわかるんで、これ、モンゴイカの墨袋。で、取れたんで一回割っていこうかなと。だけど、多分これまだ凍ってるんで、ちょっとだけ水に流しといて、こっちですね。さっき、アオリイカ。こっちも凍ってるな、多分。こんな感じで。まあ、パッと見に、薄い。薄いというか、まあ、薄くはないんですけど、モンゴイカに比べたら薄いかなっていう感じ。よいしょ。こっちモンゴイカ。まあ凍ってますけど、まあ溶けてるとこ割って一回ちょっと、まあ水で溶いてみたらわかるかもしれないんで、一回水で溶いてみます。これでモンゴイカ割ったんで、あんま触りたくないんで、包丁で。こうですね。こんな感じ。で、どんだけ墨えぐいんだろうっていうのに、ちょっと水で伸ばしてみようかな。感じで、もうほんまにもう、わかると思うんですけど、ほんまに墨汁みたいな、こんな指で待ったところもこんなになるんで。で、こっち、アオリイカ。アオリイカはまあ、まあ、要は、港とかで見てるこの残った感じも薄いと思うんで、このほんまにこんだけ濃さの違いがあるっていう紹介の、まあまあ、ただそれだけの紹介なんですけど、こんなことやる人もいけないと思うんで、まあ、やろうということで。で、こんな感じで、こっちがモンゴイカの墨ですね。で、こっちがアオリイカの墨の違いの紹介となります。以上です。